通販サイト楽天市場を運営する楽天は来月18日から3980円以上購入すると原則送料を無料にする方針です公正取引委員会はこの方針が出店者の負担になり独占禁止法が禁じる優越的地位の乱用にあたる疑いがあるとして東京地裁に一時停止を求める緊急停止命令の申し立てを行いました 緊急停止命令の申し立ては16年ぶりだということです。